飲みます、栄養ドリンク。やっほー、こんばんは。ショールームはお久しぶりですね。うん、声お疲れ様でした、ありがとうございます。ね、宮城ツアー歌唱力ただれ、すごい。そして明日には仙台に行くのでグループ握手会で、やばいやばい。頑張った、疲れた。そう、昨日はね AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦だったので、そう、今日はね本当は公演じゃなかったんですけど、急遽出演することになったので、その前にねレッスンといろいろあってね、今日は 何をやったんだ、もうわけわかんない。レッスンやって公演やって、そう、今日はね8人バージョンの声積んじゃったも初めて披露で、私出る予定なかったから振りをね、振り入れをやってなくて、昨日1時ぐらいに帰ってきて振り起こしして今日出たので、ちょっと不安、振りが不安だった振りが不安やったわ、今日の声積んじゃった。大丈夫だったかな。そう、急いで振り起こしして出ました。お疲れありがとうそう、頑張りました。でも自分でもやればできるんだって思ったからよかった。そう、歌唱力の話をしたくて、私は1曲目は C&K さんの Y という曲を選んだんですけど、どうでしたか、見たかな、みんな。今日の公演はね過半数以上が見てなかったの。そうなの。こんばんは。めちゃめちゃすごいメンバーの方と一緒に歌唱力をやってそう、実はね私本番歌ってる時にめちゃくちゃ感極まってしまって泣きそうになったんだよね。だからピッチずれちゃって、そう、めっちゃ悔しかった。リハはねうまく歌えて、バンドの方にも褒めていただいたんですけど、ピッチめっちゃいいやんってめっちゃ言われてたからこそ悔しかった。泣きそうになっちゃって、本当にうわなんて幸せな空間で私歌ってんだろうって、すごい顔が見えたんですよ、いろんな人の。泣きそうになってる方とか、あと審査員の方もこうやってヘッドホン外して前のめりになって聞いてくださったり、あと向井地さんもずっとうんうんって聞いてくださったりして、そういうのがめちゃめちゃ見えて超冷静で、そう、泣きそうになっちゃって声震えたんだよね。だからめっちゃ悔しい。何この髪の毛。でもやっぱね黒沢さんにも本番には魔物がいるからっていう風に言われて、魔物にやられましたでもマジで本当に悔いなくて、正直めちゃめちゃこの歌唱力に欠けてたっていうか、私は加入してから1年間ずっと歌唱力出たかったけど、なんか大会が開催されなくて、今年私は18期2年目なんですけど、2年目でやっと開催されて初めて出ることができたので、すごいめちゃめちゃ頑張りたいと思ったし、結果も残したいって思いが強かったから、まあ、ツアーもあって公演もあっていろいろ重なってたけど、本当に10分でも空いたら絶対歌って、で人前で歌うのが苦手だから、かすみとかさえちゃんとかにの前で聞いてもらったりして
めちゃめちゃ頑張ったんですね実は。あんまり練習してるって他の人には言ってないけど、レッスン前に絶対歌ったりとかめっちゃ頑張ったから、正直めっちゃ悔しかったです。でも悔しいっていう気持ちを表現するのが嫌いっていうか、ファンの人の前では見せたくなかったので、めちゃめちゃ発表された時もニコニコってしてました。裏で泣きました。泣いてないね、村山さんの歌で泣いたけど悔しかったですね。でも本当に AKB の先輩方が本当に優しくて、私研究生一人とかあんまりそういうなんて言うんだろう、お仕事をしたことがなかったので、すごい人見知りだしあんまりお話ししたこともなかったので緊張めちゃめちゃしてたんですけど、本当にね優しくて、私がめっちゃ緊張してずっと笑えなくて無言、ずっと無言だったの。いつもは割と喋ったりするけど、あのめっちゃ無言だったのね。したら倉野さんとかめっちゃ話しかけてくれたり、村山さんもなんかこうしたら緊張しないよとか言ってくれたり、ちゃんひな、私ちゃんひなじゃない、そうめちゃめちゃ間違われるんだけど、ひなのとひなのとこひないますので18期には。あと、ね、村山さん後ろからずっとギュッてしてくれてたり、たくさんね笑わせてくださったり、めちゃめちゃいろんな話しました。村山さんも倉野さんもあめくれた、のど飴めっちゃ喉に良かった。そうゆいりさんギューってしてくれて、そう岡田さんにも初めてお会いしました。嬉しい、私のこと知っててくださってめっちゃ嬉しかった、嬉しかったです。そうめっちゃ悔しかったんだよね。でもめちゃめちゃいい経験だったし、あんな本当にバンドの方がマジですごくて、全員20名いるんですけど、20名全員あの誰がファイナルに残ってもいいように1人2曲用意してるんですね。だからつまり40曲バンドの方は覚えるっていうか練習されて、でリハは全部やるんですよ2曲とも。だからまず40曲弾いて、その後に20曲全員分やって、その後にファイナリスト8曲やばくないですか？68回ですよ。68曲弾いてるんですよ。やばくないですか？うわマジでプロってすげーって思ったし、本当に間違いがあったかどうかは知らないけど、絶対ないだろうっていうぐらい完璧な演奏で、すごいなーって思いましたね。でもめちゃめちゃちゃんと私たちの歌声を聞いてくれて、アドバイスもくれたりしてくださって嬉しかった。歌った後に田口さんもね褒めてくださったりして、そうあんなに緊張してたのにめちゃめちゃ堂々としててうまかったよとか言ってくださって嬉しかったです。ですね、初めて私他のグループの方と交流をしたんですけど、すごいねめちゃくちゃ好きですってめっちゃ言われて、そう衣装は自分で候補を出して決めていただきました。そう最上さんに可愛いって言われてびっくりした。そうあのめっちゃ終わった後、全部終わった後に AKB と HKT さんが楽屋が同じだったんですけど、
あの松岡花さんとお二人でいらっしゃって、で私が部屋入った瞬間にいきなり「めっちゃ可愛いです」って言われて「なんだ?」と思って、私の方が可愛いと思ってますっていうぐらいでした。めちゃくちゃ嬉しかったです。少しお話しさせていただいて、また機会があったらお会いしたいですって言っていただいて嬉しかったです。そう、髪の毛、私普通に外羽の右耳かけかと思ったら、今日はやっていいんだよって言われて、え？でも何とか全然分かんなかったから、めっかいしますってお任せしました。お任せしました。そうです。めっちゃ見慣れない自分でした。めっちゃね、可愛いって言っていただけてびっくり。そんな知られてると思ってなかったから、そう、なんかイヤリングとかも研究生はしないんですけど、向井一さんとかと相談、向井一さんとかマネージャーさんに相談したら、あの今日は研究生としてじゃなくて成田小日向として来てるからいいんだよって言われて、私は成田小日向として来てるんやってなりました。すごい個人戦、初めて個人を見られる機会、そんなんなかなかないじゃないですか。だいたいっていうか AKB48 として立つことが多いので、立つことが多いというか立つので、普通にだから、おお、成田小日向として来てる、わあなりました。清水沙羅さんとかもなんか好きでカメ子とか見てますみたいな、カメ子の写真とかを探して見てますとか言われて、びっくり。嬉しかったです、ね、自分で掴み取った、自分の実力で決勝に進めてるのがすごい、なかなかないよね、自分の実力だけって。本当に黒沢さんもなんか、だからこの大会のすごいところはそこなんだよって言ってて、忖度なしの実力だから、ね、でも最初なのにすごいって言っていただけて、そう、バンドボーカルだったみたいな言っていただけたり、絶対に売れる声とか言っていただけたり、ね、すごかったです。2曲目はちょっとね、いつかまた来る日のために撮っておきます、内緒で。でもめっちゃ激しくかっこいい系をガーンってやろうと思ってたので、そう、曽川のサッチーと長くない、そうなんです、曽川さん、サッチーさん、お話しかけていただいて、写真撮ろうってまず言われて、で同じ組だったので、すごいね、やばい声枯れてきた。お話もして、そう、来てくれて、ずっと、私人見知りだから自分から行けないんですけど、めっちゃフレンドリーでわーって来てくれてお話ししました。連絡先も交換して仲良くなれたらいいな。でもすごいたくさんお話しした、超フレンドリーだった。だからすごい、私フレンドリーな人の方が楽っていうか、自分がなかなか自分でできない、自分からいけないので、
ありがたかったです。そうだね。そうだね。なんか直前にね、おかんと喉の痛みに襲われてたの、実は。本当にやばくて、これ風邪ひいたと思ったけどすぐ治って、そう、倉野さんとかずっと心配してくださって、やばい、歌えないかもってなりましたそう、かん、めっちゃ鳥肌立って、冷や汗かいて、喉痛くなってました。ね、緊張から来たのか、ね、何なのか。でも仙台とかいろいろ行ってたから、免疫下がって風邪ひいたのかもしれないって思ったけど、分かんない今のところ大丈夫そう、大丈夫そうでした。本当にいい経験だったな。もう一回歌いたい、もう一曲歌いたいです、本当に。なんかすごいね、めっちゃ毎日時間があるたびに練習をしてたから、バーンアウトじゃないけど力が一気に抜けて、仙台のツアーも終わったし、歌唱力のためにめっちゃ頑張ってたし、その何、決勝進出が決まってからずっと練習してたから、ね、すごいね。今力は抜けて、うーんってなってますね、燃え尽き症候群かもしれない、本当に。でも今日のレッスンはめっちゃ振り覚え早かったそう、劇場公演前にさ、なんか低血糖みたいになって、手うわーってこんなになって震えて、でもね、マネージャーさんが心強くて、すごいいろんなね、もう症状わかんないから塩分と糖分と鉄分とカロリー取れるものっていっぱいね用意してくださって、本当に心強いです、研究生マネージャーさん、ね。大阪のリハも始まってるので頑張らなきゃ、もう仙台帰ってきた次の日から始まってたかな大阪、明日は仙台でグループ握手会があって、次の日は18期公演かな、26で、今 24?23?23 が歌唱力だよね、24だよね。そう、マネージャーさん本当にありがたい。こうやってペットボトルも持てなかったからね、持ってくださって本当にありがとうございます嬉しい、あの友達できた波動の花火？何それ？花火見るの？会場で見たけど一番好きな歌声、嬉しい。もっとレベルアップするので待っててください、待っててください、マジで。1年本気で、来年あるか分かんないけど1年本気でやります、ガチで頑張る。またあの会場に立ちたい、バンドで歌うの本当に楽しかったんですよ、本当に。もう鳥肌わーってうわーってなる、本当に楽しかった。やっぱ皆さん音楽、歌が大好きな人がたくさんいるから、その方たちの歌を直接聴けるのもすごい刺激になったし、
あんなバンドの迫力すごい。こひちゃんの世界に引きずり込まれて、ありがとう、嬉しい嬉しいな。そうリハーサルの時もね、あのプロデューサーさんが、成田さんはバンドの方たちのファンですっていう風に紹介してくださって、知ってますみたいに言ってくださって、少しお話もさせていただいて、写真も撮ったんですけど、バンドの方と一緒に、写真お願いしていいですかって、やっぱ普通にファンだからそう、やっぱりバンドってなると音圧がカラオケとは全然違うので、その圧に負けないように声量も頑張らないといけないし、こう一定じゃないので、歌とか歌い方っていうかですね。うん、ティナオンに5000マナスとこまおよん、こまおよん、よいしょ、ホワイトボードあった。本当に今ね燃え尽きてます燃え尽きてます。そう、家族もね配信で見てくれてて、めっちゃ良かったって言ってくれました。そう、アズとかも連絡くれて、ま、あの本番前から頑張ってって、アズとユナといっぱい、ゆめみといっぱい来て送ってくれて、聞いてもくれて、どうこまおん、合ってる、うん、合ってるかな、そう、歌も聞いてくれて、かえりちゃんとかもめっちゃかっこよかったですとか言ってくれて、聞いてくれて嬉しかったです。お、鈴木くるみさんやってたんだ配信、最近仲良くさせていただいてそう、家族のことが嬉しい。そう、アズはね、なんか人生のパートナー、それはちょっと言い過ぎAKB 人生のパートナー、唯一弱いところを見せれる相手です。あず、私あんまり人に弱音吐くタイプじゃなかったから、あずには言ってる、うん、ひまわりね、仙台のユニットはひまわりでした。岡田奈々さんと全部終わった後お会いしました。嬉しかった、初めてお会いできて、かっこよかった、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ね、ひまわりは本当にナルシストになろうと思って、でもナルシストのとこ映ってなかったんだよね。えりこさんのパートのところでめっちゃナルシストかっこつけてやってたから、映してほしかったな、あそこがかっこつけポイント。ゆめみがね、ひなのひまわりの歌声が好きすぎて、わざわざあの控え室っていうか、一回さ着替えに上行ってたんだけど、イヤモニで聞いてたらしい、ひなの歌声を。お疲れ様です。夏の近くで濡れてね、照明もすごかった。わー、りきくん、どうもありがとう。すごい凍ってるよ、今の季節にちょうどいいね
やばい、昨日さマジで3時間ぐらいしか寝てないから、なんか今なら空も飛べそう。空も飛べるはず、君と出会った奇跡が。たわあ、ありがとう。いふなのかっこつけてるところの写真はね、カメコではまだ見かけてないです。明日は早起きではない、早起きかな。じゃん、りきくんどうもありがとう。ちょっと髪の毛やばい、ありがとう。まず夢の国ね、知らない、わかんないけど、いや歌唱力ちょっと本当に悔しいっす。私マジで本当に感情を見せないだけで、マジで感情豊かなんですよ実は。めっちゃクールだし、怖いって最近ファンの人に言われること多くて、怖い人だと思ってた、怖い人だと思ってたっていうか、無表情でクールであんまり喋んない子かと思ってたってめっちゃ言われること多くて、だけど隣のレーンから見てこんなに笑顔になって喋るんだって思って、おしましましたって言ってくださることめっちゃいて、私マジでね、あんまり見せたくなかっただけ、あんまり見せれないだけ、だってね、そんな全てを見せるのが全部プラスとは限らないじゃないですか。本当にね、本当に感情がたくさんありますですが、あんまり見せるのが得意じゃないだけ。その分歌で感情を表現するのが得意です。お、イルミバッコンね、バッキョンね、ネガセンガカのイルムロ。そう、イメージないと思うんだけど、めっちゃ喋るのでぜひ会いに来てください。なんかさ、こう1対1、握手会とかだったら1対1で接することができるから、その人に向けての感情表現だけでいいんだけど、公式の場っていうか、たくさんの人に見られてる場ってたくさんの人が見てるわけじゃないですか。だからその人たちに向けて全自分の感情全てをさらけ出すっていうのがまだ恥ずかしくて、私はそういうのがバンって見せれるようなタイプじゃないので、そう だけど1対1だったら出せます。ね、AKB の決勝終了後に写メ、そうすごいよね、本当にめちゃくちゃね、すごいメンバー。あと集合写真を私なぜ真ん中にいたかというと、まずグループごとに何列目のここっていうのが決まってたんですけど、私は端に行ったんですけど、 AKB の先輩方がおいちゃん真ん中行ってってめっちゃ言ってくださって、っていうことで、なんかじゃあ若い順にしようって言ってくださって、こう AKB の4人で若い順で並びました。本当に優しかった、ずっと気にかけてくださって、真中さんも手握ってくださったり、なるさんずっと一緒にいてくだ、心配体調心配してくださって、村山さんもずっと一緒にいてくださって、もう私が緊張しすぎてずっとこんなんこわばってるからギュッてしてくれて、で私がマジで本当にめちゃくちゃ多分会場の中で本当に超後輩なので
っとどうぞどうぞってやってたら、いていいよってゆうりさん言ってくださって、そう、あ、村山さん、そう、村山さんって呼んでたら、ね、村山さんやだって言ってくださって、めっちゃ可愛かった。ゆうりさんって呼べるように頑張ります。でもう57分だって。じゃあランキングを読みます。13位、ナタンさん、ありがとうございます。12位、ユウさん、おっちょこひ、ありがとうございます。11位、たくまさん、ありがとうございます。10位、わっやちえだん、こまうよん、ありがとう。いて、いたー、ひじぶつけた。9位、2833、ありがとうございます。8位、玉龍さん、ありがとうございます。7位ともおさん、ありがとうございます。やばいや、お時間がやばい。6位ウォーターメロンに、こまおよん。5位イオーさん、ありがとうございます。4位アサディ、ありが、アサディさん、ありがとうございます。3位ビビベベさん、ありがとうございます。2位リキさん、ありがとうございます。1位ティナオニー、ありがとうございます。こまおよん、間違えた。ね、急な配信でしたが、ありがとうございました。そう、岡田奈々さんにゆうちゃんのことお願いねって、ゆうちゃんって呼んだら喜ぶよって言われて、うわーって私が変な人ムーブをぶっかましました。そういえば今思い出した、村山さんの話してた。さすがにね、ちょっとユイリーさんって、呼べるように、もうなんか偉大すぎて呼べないっていうか、本当にエコーめっちゃ怒った、めっちゃ泣きました私。超泣いた、本当にかっこよすぎて。じゃあありがとうございました。おやすみ、ぴょん、バイビー。明日は仙台、牛タン食べたい。牛タン、牛タン。おやすみ。ぴょん、バイバーイ。ありがとう。切れるかな。いつまで。切れるかな、切れるかな。怖いよ。バイバイ。切れるかな。まだ切れないんかい。早く寝てね、みんなも早く寝てね。遅くまでありがとう、本当にありがとう。たくさん感想待ってます。聞きたいです、聞きたがりなんで。教えてね、公演の感想とか収録の感想お願いします。